は新選組の櫛渕万里共同代表は18日の衆院本会議で鈴木俊一財務省の不信任決議案採決時に与党も野党も茶番と書かれた紙を壇上で掲げ批判殺到。実際の動画がこちら。演壇で物品を掲げる行為はおやめください。先日大石あきこ共同代表が同様に紙を掲げた問題で山口俊一衆院議員運営委員長から厳重注意を受けたばかりなのにもかかわらずこの始末です。その時の動画がこちら。演壇で物を掲げる行為をおやめください。この件について大石議員はこのようにツイートしています。本日11時に本会議を運営する議連理事会に呼び出されてます。まさか処分じゃねえだろうな。呼び出し理由は5月12日の本会議の件。品がなさすぎますね。櫛渕議員もこのようにツイートしています。本日の衆議院本会議、財務大臣の不信任決議案採決でやむにやまれず与党も野党も茶番、戦う野党の復活を求めますと呼びかけました。国会の委員会中継の画像にも映さないのは与野党にとって鬱陶しい行動だからですね。何もなかったことにしたいのでしょうか。こちらも品がありませんね。令和新選組はルールも守れない党なのでしょう。見る限り活動家政党にしか見えませんが。そして櫛渕議員は元ピースボート、大石あきこ議員は元収穫派。あ、誰か来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。